皆さんこんにちは。今日のおはくろはいかがだったでしょうか。今日のおはくろはですね、3月14日稲沢市民会館の大風呂で行われるですね、セントラルラジ交響楽団のですね、名曲コンサート、マーシー山本教授がですね、解説するですね、コンサートのですね、聞きどころをですね、ちょっと取り上げてみたんですけども、ぜひですね、今日土曜日ご覧になっている方はですね、明日もし時間になる方はですね、稲沢市民会館14時からで、開演しますので、ぜひ、ね、来ていただけたらなと思います。今日はですね、その中で取り上げるウィリアム・テルを作曲したロッシーニについてですね、お話をしたいと思います。今日の収録している場所はですね、ここはですね、セントラルラジ交響楽団の、事務局でですね、私のデスクのところにパソコンを置いて収録しています。二つの顔を持つロッシーニということでですね、音と食に捧げた生涯ということでですね、話を進めていきたいと思います。ロッシーニ、イタリアの作曲家です。1792年生まれで1868年ということでですね、意外に長生きをしている作曲家なんですけども、オペラの分野において名声を博します。作曲家、美食家としても知られているということですね。作曲はですね、生涯76歳で亡くなるんですけども、その最初の44歳でですね、もう引退してしまうという、もったいないですね。意外にもう人気があったんですけどね、作曲の方にはもう目もくれず、食の道に進んでいくということになります。イタリアのですね、ベザーロに生まれましたね。美食の街として有名な街というね、ボローナに8歳で引っ越しをするということです。そしてですね、ボローニャのですね、音楽大学に進学します。18歳でですね、オペラ作曲家としてデビューをします。デビュー後のロッシーニはですね、試金石、タンクレディ、アルジェのイタリア女といったですね、ヒット作をですね、生み出します。ね、もうオペラの作曲家としてはですね、若いうちからね、人気を博すということになるんですね。23歳ナポリでですね、エリザベッタというオペラを成功させます。で、サンカルロ劇場の音楽監督に就任ということです。そして24歳の代表作ね、今でもね、よく上演されますけども、セビリアの理髪師を発表し、ヨーロッパ中にその名をね、刻むことになります。30歳パリのですね、イタリア座のですね、音楽監督に就任します。32歳でですね、フランス国王シャルル10世の記念オペラカンタータランスへの旅をですね、検定します。そしてですね、フランス国王第一作曲家としての称号を得てですね、終身亡くなるまで年金を受け取るですね、権利を得ます。もうそしてですね、37歳のオペラウィリアム・テルの公演を最後にオペラの作曲を、やめるということなんですけども、ね、終身年金を、ね、得ていますのでですね、まあ、その辺もですね、まあ、食うには困らないので、もう自分の大好きだった食べる方向にですね、人生をですね、全うしようというふうに考えるわけですね。ですね、で44歳の頃も完全に引退をしてですね、その後はですね、美食家としてボローニャ、フェレンツェ、パリで活躍を収めですね、晩年には高級レストランを経営して名声を博すと。で、76歳太りすぎでいろいろな病気を発症してこの世を去るんですけども、美味しいもの食べまくってですね、76歳まで生きたってことは結構ですね、健康な体を持ってたのかなという気はします。ロッシーニの料理ということなんですけども、ロッシーニ風というね、名付けられたフランス料理はね、たくさんあります。ロッシーニがこれは考案したと言われてるんですけども、基本的にはですね、フォアグラやトリュフを使ったですね、料理がロッシーニ風というふうに言われています。牛肉、フィレ肉とトリュフ、鴨肉とフォアグラといったですね、様々なバリエーションがあるということです。でもすごいですね、作曲家としてもですね、ロッシーニの名前をよく聞きますけども、フランス料理でもロッシーニ風というね、料理がたくさん存在します。
ピアノ曲にもですね、料理の名前についた作品があるということですよね。はい、いかがだったですかね。ロッシーニのですね、生涯を簡単にね紹介しましたけども、まあ、若いうちはですねイタリアでオペラ作曲家として成功していきます。しかしずっとですね食べることが好きでですね、もう44歳で完全に引退してしまいですね、まだ作曲家としてもそのまま続けてればですね、楽しいオペラたくさん作ったと思うんですけども、もう完全にそんなことには、未練がなくてですね食べる方向でということです。でもただ、好きで料理がうまいだけではなくて、ロッシーニ風という名前まで残した料理が未だにですね愛されているというですね、非常に2つの顔を持った、作曲家として非常に面白い、ロッシーニという話でしたですね。そんなことを聞きながらですね、ロッシーニの作品を聞くとですね、本当に底抜けに楽しくて、明るい楽曲が多いようです。